ます。めちゃめちゃ仕事もんだ。おはようございます。おはようございます。じゃあリクさん、今日桜満開なんですけど、はい、桜でラップちょっと一小節もらえないですか。咲いてるぜ桜。でも朝起きたら離れないぜ枕。はい。うまいな。結構マズい。どうですか選手会長今。20丸。ありがとうございます。今日も頑張りましょう。頑張りましょう。簡単すぎて。シンプルこれ。じゃあリクさん、はい、かっこいいウッチー君を、yeah. ラップにしてください。Yeah. 左にいるのウッチー。でも食べたいのは寿司。でも俺当てるぜ宝くじ。寝るのはいつも9時なわけない家赤もそうやね絶対あかんない絶対ダメか俺はあの本じゃないから今まで1年間ずっと我々例えば去年は1年間戦ってきてのは長い期間じゃないから、もう我々まだまだ体の歯は残ってるわけだからだからしっかりそこはトレーニングしてあの次に強いられるし、まあそこまでオッケー、今日じゃあウェディングのところで、ご飯を取りにやった後、ボール使って、1時間ぐらいやって、終わりましょう。オッケー、行きましょう。敵は、プジョクシャ敵ね、先は、ウィンカーと。Não, depois eu vou dar um trote aqui e chega. Chega antes aqui. Não, vai. Não, vai.桜が綺麗だし。
スリースリー、ワンスリー、ごめん、うまいよ、それは。あ、ごめん、しんさん。わー、すごい。あー、マジか。うわー、マジか。いやー、すごい。ね、まずやっぱ、セーフティーファーストですし、みんなさんがやっぱ感染しないことがやっぱ大事なんで、まあ、試合はないですけど、皆さんちゃんと手洗いうがい、ヤクルト、ヤクルトはやめて、マスク、マスク、うん、着用お願いします。そのうち、あの松田力が色って赤赤ですね。佐久間さんに赤にしまってる。赤にしてもらって、セットで本当に波動にあった。注意した方がいいよ。もう美声を見る、美声を見る。立正大学声楽科出身の自慢の歌声を披露。出身じゃない。良平くんから翔平くんへ。立正大学。Birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Hegu, happy birthday to you. はい、良平くんから翔平くん、おめでとう。ありがとうございます。何歳ですか？26歳です。抱負一言お願いします。26歳、頑張ります。頑張りましょう。はい、頑張ります。おめでとうございます。